ですね、アーバンサイクルトレーラートラボーイですね。これもうちも結構前から売ってきまして、もう私もバンバン使っておりますが、それのですね、南風風味の使い方をちょっとご紹介いたします。トラボーイですね、なんだかんだ言いながら最近自転車のね、キャンプツアーみたいのが流行の兆しを見せておりまして、例えばブロンプトンとね、これキャンプ、これにブロンプトンで、これにキャンプ道具をバンバン積んで、で引っ張っていくわという人、どん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 増えてきてると思います。でそれね、素敵な使い方なんですけど、それだけじゃつまんないんで、本来のですね、アーバントレーラーとしての使い方をちょっと、やってみたいと思います。これですね、これちょっとまあ中はね、別に自転車入ってるわけじゃないんですが、ちょっとでっかい荷物をね、送ることになりまして、これを持っていきますということです。で積み方のコツですけどね、こういう大きなものを積むときは実はこういうふうに、寝せてですね、荷造りをしてからよっこらしょと持ち上げるというふうな感じがよろしいのではないかと思います。多分中ね20キロぐらい荷物入ってますけども、こういう感じで転がしていけます。でこれはですね、ちょっと自転車に積む予定がありませんので、適当な積み方になっておりますけど、このまんま歩いて目的地まで行くということになってます。中は多分20キロぐらいね入ってますけど、こうやって持って歩く分には楽々です。でこういう感じで持ってあげれば、どこでもね行けちゃうぜという感じになると思います。でこれですね、冬の北海道で素晴らしいのは、タイヤが12インチありますんで、冬ですね、冬自転車にまあつけなくても、こうやって荷物をねこうやって引っ張って歩けるというような、本当に雪の上で使えるカートという点では素晴らしい機能を持っていると思います。今ですね、郵便局の方に持ってって送れるかちょっと見てくれということでお話ししたら、ちょっとね箱がでかすぎて送れませんということで、まあそれは残念だったんですけども、特筆すべきはですね、この状態で、郵便局の中に入ってってちゃんと寸法を測ってもらえたということです。まあね、建物のね広さとかによって、変わりますから一概には言えませんけど、もともとこのトラボーイっていうのはアーバントレーラーっていうぐらいですから、こうやって人間がカートとして引っ張ることを前提にできているっていうところが、ユニークなところなので、例えばね買い物とかしてるときに途中でどん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 荷物が増えていく中、2軒3軒と寄らなきゃいけないというときに、自転車から外してね、荷物その丸ごと、持って、自転車から離れることができるということは、盗難防止とかねいう観点からも非常に有効だと思いますので、そういう意味ではね、そのトラボーイらしい使い方っていうのは、うちはどん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 追求していきたいなと思っております。